カレン・マリー・アーガード・エルステッドは、ムーの芸名で知られる、デンマークの女性シンガー・ソングライター。ウベルーズで生まれたムーは、グライムスやツイン・シャドウといった、エレクトロ・ポップ・アーティストと比較される。彼女の芸名は、名前と性の頭文字の他に、デンマーク語で、少女、または、少女を意味する。彼女のデビュースタジオアルバム、ノ、no、ー・マイソロジー・トゥ・フォローは、 2014年3月に発売された。ムーはイギー・アゼリアの2014年のシングルベッグ・フォー・イットに客演した。この曲はビルボード・ホット100で最高27位を記録し、ムーにとって最初のチャート入り曲となった。翌年、ムーはメジャー・レーザーと DJ ・スネークのシングルリー・イン,モン・オンでフィーチャーされ、オーストラリアで首位を獲得したほか、イギリスで最高2位。 アメリカで最高4位を記録するなど、国際的なチャートで高く評価された。ムーの音楽は、ガッツのある、エレクトロミュージックと言われている。NME は、彼女の仕事を、スージー・ズとジャネット・ジャクソンの中間と呼んだ。彼女は7歳の時にスパイス・ガールズの影響で、音楽に興味を持つようになった。10代の時に、彼女は、パンクロックと、反ファシズム運動に興味を持った。 ブラックフラッグ、ニルバーナ、スマッシングパンプキンズ、やあやあやあず、特にソニックユースを聞き、キム・ゴードンを大きなヒーローであり、お手本としている。ありがとうございます。